バルディア、ダルシス連合軍を退け、かつての仲間を洗脳することに成功したレヴィンたちだったが、同時にベルゼリアと大陸をつなぐ秘密の大洞窟が敵に発見されてしまう。敵の侵入路となっているこの大洞窟を封鎖しなければ、やがて物量で押されてしまう。闇の将軍の将としてボーゼルの命を受けたレヴィンは、大洞窟を封鎖すべく出撃するのだった。やはりか、見張りがいる。この道が知られたか。この洞窟は大陸に通じているの？ああ、ここが唯一の道だ。回路は別だがな。だからこそこの洞窟は死守せねばならぬ。分かった、迅速に制圧しよう。頼んだぞレディ。ジェシカ、君はボーゼルが嫌いなのか？私はボーゼルに従うつもりはありません。そうか。だが私には従ってくれるのだろう？はい、王子の言葉になら従いましょう。ならばいい。さあ行くぞ。敵だ！闇の軍勢がこの洞窟を取り戻しだぞ。急ぎ援軍を呼ぶんだ。了解です。援軍を呼ぼうとしているな。伝令を逃がせば援軍がやってくるぞ。ならばその前に倒してしまえばいい。全軍、伝令部隊を撃破せよ。私は闇の軍勢の将、レディン。我こそは闇の王子、ボーゼルなり。ボーゼル様に従います。ご命令ください、レディン様。ご命令ください、レディン様。王子に付き従う、それが私の意志よ。殺しますよ。ご命令ください、レディン様。行くぞ。攻撃を仕掛けます。
荒ぶる闘気の舞い吹雪。よし、その調子だ。荒ぶる闘気よ、舞い吹雪。他にもいるぞ、逃がすなよ。あと少しだ、倒しきれ。荒ぶる闘気よ、舞い吹雪。闇の力の高まりを感じるぞ。炎の力よ。かの者に力を。これで伝令は全て倒した。あとは斬敵を殲滅するぞ。お疲れ様でした、王子。洞窟を確保できたな。ああ、だがこの洞窟は一度封鎖しよう。我々が引けばまた敵に確保されてしまう。不毛な戦いを続けるより一度封鎖して体制を立て直したい。わかった、ならばそうしよう。ジェシカ、どうかしたか？いえ、どうせ埋めてしまうならもろとも魔法で吹き飛ばすという手もあったでしょうにと思いまして。敵の威力偵察も兼ねていたのだ。そうですか。ボーゼル様、どうした、ニコリス？部下からの報告です。我らがベルゼリアの大陸沖に大船団が見えると。なんだと？